おはようございます。清美です。本日もパイロットベログクルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、A32NX の話題ということで、まあ、タイトルにある通りなんですけれども、結構こう話題がですね、えー、多くあるということでですね、えー、詳しい話は後ほどやっていきたいと思うんですけれども、まず冒頭ですね、えー、今日の朝の動画、えー、この動画の公開される日からすると前日の動画という形になりますけれども、 ボーイング737のチェックリストの方を新しくリリースしますということで、たくさんの方にご予約いただきまして、本当にありがとうございました。今日もですね、実は日中仕事の合間にですね、今回ブラックフライデーキャンペーンということで、限定でプレゼントさせていただくという話をしていたですね、ヨークについている簡易版チェックリストライクなステッカーですね、そちらの方の出来具合っていうのも確認してきたんですけれども、 割といい雰囲気にできていましたので、ぜひ、えー、合わせてですね、ご期待いただくと,とともに、まだご予約いただいていない皆さんは、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。また合わせてですね、737の告知をしたんですけれども、A320 の方も同時にご購入いただいた皆さんもたくさんいらっしゃいまして、重ね重ねになりますけれども、本当にありがとうございます。 今日はですね、まさにこの A320 のチェックリストが大活躍する、そんな話題になっていますので、えー、最後まで聞いていただきたいというところと、ぜひお手元にですね、すでにお持ちの方は見ながらですね、えー、聞いていただければと思っております。ということで、ちょっと前置き長くなりましたけれども、本日の本題の方をやっていきましょう。 さあ、ということで、今日の本題というところなんですけれども、フライバイワイヤーの A32NX の方がですね、いわゆるバージョン1っていうふうに、開発チームの方は呼んでいるんですけれども、いわゆるですね、一つ目のマイルストーンにしていたところ、指標にしていたゴールっていうところに対しては、到達したということで、これからは第2章バージョン2が始まるんだっていうようなですね、アナウンスがされていましたけれども、そんな中で個人的には一番 このバージョン1の手前のところで大きなアップデートだったんではないかなっていうふうに思っているのが、このウェイトバランスというところになってきます。えー、具体的にはですね、燃料だったりとか、ペイロードの部分ですね、それぞれのエリアにどういった形で配分されるかっていうところ、あとはそれらの リアリティをですね、高めてくれているというところで、非常に細かいところまで設定ができるようになってきているということですね。デフォルトの方ではですね、このそれぞれの値を100%フィールが満タンで、ペイロードがマックスまで積まれている状態っていうふうになると、CG ポイントが外れてしまう状態っていうことになっていてですね、非常になんかこう気持ち悪い感じがあったんですけれども、それが是正されたということですね。 ちなみに100%になるかどうかっていうところをポイントで挙げると必ずしもそうならないっていうことはですね実際のリアルワールドの話ではよくあることです。で、なのでまあじゃあそのリアルな世界の話を考えたときにこの両方とも100になるのが必ずしも正しいかって言われるとそうではないっていうことはご理解いただきたいんですけれどもまあやはりシミュレーター上ですねいろいろなパラメータあるっていうところは十分承知の上ですけれども こういった形で100に落ち着くっていうところが一番見栄えとしてはいいのかなと。そういった感じですね。で、ちなみにちょっと脱線してリアルな話をしておくと、えー、航空機っていうのはどうしてもですね、機体ごとに個体差があります。例えばですね、古くから導入して使っている機体だと、もう何度もこう機体をペイントショップに入れていて、塗装をですね、えー、剥がしては塗ってみたいなことをやっていると、どうしても 徐々に徐々にこう機体にですね、積み重ねの、えー、塗装が乗ってしまってですね、そもそも機体の重さがですね、増していってしまって、ペイロードだったりとか、燃料を減らさなきゃいけないとか、えー、そういった形でカタログスペックとどん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 乖離してくる部分があるっていうのは、一つ補足しておきたいところかなというふうに思います。というところで話が少し脱線しましたけれども、今回ですね、A32NX のアップデートの方で、 しっかりと CG ポイントが入った状態で、それぞれ燃料とペイロードを調整できるようになったというところが、一つ目のポイントということになってきます。ということで、一つ目の話題ですね。このウェイトバランスを取り上げたわけですけれども、じゃあ、ここと、冒頭お話ししたチェックリスト、どういうふうに繋がってくるのかなというところが、この後、 後半パートで話していくところなんですけれども、機体のですね、ウェイトが決まってくると CG 点、いわゆるシーソーゲームになった時に中立して留まるポイントですね。例えばまあ何でもあると思いますけれども、こう箸をですね、指の上に乗せた時にバランスするポイントですよね。そのポイントが、機体のですね、バランスを司るところということで、非常に重要になってくるということで、この右側のですね、 簡単な図を見ていただくとわかるんですけれども、フォアワードリミットとアフターリミットっていう形で、この CG マークが間についているんですが、これがですね、このリミット線ですね、前後のリミット内に入っていないと、機体のバランスをですね、保つことができないっていうことになってきます。そういった意味で、フライト全体を通して非常に重要なポイントになってくるわけですけれども、 皆さんがフライトを始めるにあたって一番最初に直面するのが離陸する時のトリムセットポジションということでこの CG と密接な関わりがあるところがありますのでこの後ですね機体の方に移って内容の方を見ていきたいと思いますはい、ということで機体の方にやってきたんですけれども今回はですね本当に何でもない適当なフライトプランをですね入力しているということで 一応こうフライトプランのページも入力はされているんですけれども、えー、メインのトピックになってくるのがここのイニット b ページの方ですね今がイニット A で矢印で動かした先これがですねイニット b ページということになってきます後半の方で話題にしたいのはテイクオフトリムの話ということでですね CC 点の位置がすごく重要になってくるわけなんですけれども じゃあその CG っていうのはどういった形でカリキュレーターするかというところですね、えー、実際のですねリアルの世界の話をするとこの MCDU ではそういった計算はしてくれないので事前にですね専用のカリキュレーターの方で計算されたデータシートっていうものを持っていてこの MCDU に数字をインプットしてあげるっていうそういった工程になってくるんですけれども、まあ、ここはですねシミュレーターっていうところで 一つ切り分けて今日は見ていただきたいと思うんですけれども、このゼロフュエルウェイトですね。ここをですね、ワンプッシュすると、フライトシミュレーターの方で計算された値がインプットされるということですよね。あとは、フュエルの量が50%なので、9500キロ、9.5トンというところですね。そうするとですね、それぞれの値がこういった形で計算されるということになってきます。 でここで注目したいのが、この下側ですね、たどっていくと TOW というところ、テイクオフウェイトの略称ですけれども、51.8ということで、52トンぐらいの重量で離陸することになるということですね。でですね、このインプットが終わったところで、次はですね、フュエルプレッドというところですね。こちらの方をプッシュしていただくと、 え、いわゆる燃料のですね、計算をですね、しているところ、このページにやってきます。そうすると、右側3段目のところに、ゼロフュエルウェイト、ゼロフュエル CG というものが記載されていて、さらにその下をですね、たどっていくと、GW、グロスウェイトとこの CG という形で書かれています。で、このグロスウェイトっていうのが、いわゆる総重量のことを指していてですね、 離陸するときの機体の重量に、えー、ほぼ相当するということですね。厳密に言うと、このグロスウェイトからタキシング中に使った燃料の分ですね、重量が軽くなって、例えばタキシング中に1 0 0キロの燃料を使いましたとかってなると、46.0っていうような形になるということですね。ただ、ここでですね、えー、厳密にそのカリキュレーションが必要ない この GW グロスウェイトの時の CG 点を使えばいいっていう話をこの後していくわけなんですけれどもその理由としてはですね例えば100キロ使いました200キロ使いましたっていう程度の燃料の量だとですね、えー、c c 点の位置っていうののバラつきはそこまで大きくないんですねだいたいコマ5からコマ8ぐらいっていう量しかですね移動しないということで、えー、非常に誤差の範囲という扱いになってきますので シミュレーターで飛ぶ場合は、このグロスウェイトを参考にして、この後のトリムセットをしていただくというので、いいというふうに思います。もっと厳密にやりたい方はですね、えー、テイクオフカルキュレーションということで、また別にですね、動画を作ろうかなとも思っていますけれども、確かシムブリーフとかそういったアプリケーションを使うとですね、こういった部分、テイクオフウェイトにおける C 時点っていうのも、えー、計算でですね、出してくれたりっていう機能があったと思いますので、 そういったもので大体的にですね、えー、計算してもらっても当然いいんですけれども、まずシミュレーターをやるという上で覚えておきたいポイントはですね、まあ、ほぼグロスウェイトとそこの CG 点というのを使っていただくと間違いないかなというところで、今日はですね、そういったちょっと前置きというかですね、えー、注意書きがあるものの、グロスウェイトにおける CG 点というところで設定の方をしていきたいと思います。 ということで、前置きが長くなりましたけれども、このですね、スロットルの横についている白黒のですね、このマーカーのついている丸いところを回してあげるとですね、トリムのピッチをですね、変えることができます。でですね、今回 CG 点、ちょっと左上に非常にちっちゃく書いてありますが、25.7っていうポイントになっていて、これはですね、 チェックリストの下側のところ、えー、よく見ていただくとあるんですけれども、テイクオフ CG ということで、およそですね、26ぐらいのマークのところですね。上側のリボンのところから26のところをピックアップしていただいて、横にですね、引いてある線の下側のところ、辿っていただくと、ちょうど0と1の間ということですね。なので、コンマ5ノーズアップの方向ということになってきます。 なのでここでですねくるくるっとトリムを回していただいてアップ方向で0と1の間という形でセットしますでこのセットにかかるところで重要なのがこのチェックリストということで、えー、最初の話につながってくる部分ですね、えー、実際の世界でもこういったリファレンスを使いながらですね混んでいるということで是非活用していただきたいチャートの一つだなというところですね それからですね、今ピッチドリームの方を設定したんですけれども、目視で確認したポイントまでだったので、実際にデジタルの表示で0.5度アップのポジションになっているかっていう確認をですね、したいわけですね。で、その時にロア側の E キャスの方を開いていただいて、フライトコントロールですね、FCTL っていう風うに書いていますけれども、こちらをプッシュして開いていただくと、 この真ん中のところですね、ピッチトリムという風うに書いてあって、0.5度アップという風うにですね、記載されているのがわかると思います。これでですね、トリムの設定位置が正しくできているということになってきますので、設定の確認も完了ですね。はい、ということでですね、今日は A32NX の方がですね、ウェイトアンバランスが正しく表示されるようになったということで、 調整が完了したっていうのに伴ってですね、テイクオフウェイトと、あとはこのトリムセットっていうところですね、こういった部分が使用できるようになってきたというかですね、えー、正しくセットすることができるようになってきたということで、内容の方を紹介してみました。ただですね、動画の中でも話しましたけれども、どうしてもこのシミュレーター要素っていうところで、MCDU を使いやすくしちゃったりとかですね、 実際には、フライト前のドキュメントワークの中で行われている部分っていうのもですね、自動化されていたりっていうのがあるので、多少こう、代替策的な、そういった設定方法にはなってしまいますけれども、ほぼ、ニアリーコールの状態っていうことでですね、捉えていただければいいのかなということで、今日の動画はこれぐらいで終わらせていただきたいと思います。 えー、よりリアルな空がですね、徐々に徐々に近づいてきたっていうことと、ライバイワイヤーの方もバージョン2を目指して、また、えー、ハードワークを重ねてくれているということで、今後もですね、こういったリアルとシミュレーターの違いっていうところにも着目しながらやっていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録、えー、そして動画がいいなと思ったら高評価をいただいてですね、日々の更新を見ていただければと思っております。 本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは